チームスピリッツが 92,124。 意外と美課金でもですね、歯を維持していける。ここからは歯を維持のポイントについて解説していこうかなと思います。はい、こんにちは、翔です。今日はですね、1ヶ月1万円阪神純正生活をしている僕自身のリーグオーダーの紹介、そして歯を維持のコツっていうのを紹介していきたいと思います。同じようにね、美課金で純正やってるよとか、無課金で純正やってますとか、そもそもね、純正やってます、無課金で12球団やってますとかいう人全員に向けてためになる情報かと思いますので、よければ最後まで見ていってください。はい、それではね、早速ね、オーダーの紹介ではあるんですけども、野手がこんな感じとなっております。最新シリーズの選手がマルケ選手と近本選手、この2人のみでですね、それ以外の選手は過去シリーズの選手をスピ解放したりですね、して使ってるっていう感じですね。鳥谷さんとかスピ解放して使ってます。城島さんもスピ解放して使ってますという感じです。ブラゼルさんもね、ちょっと前にスピ解放してもう一回ね、オーダーに入ってもらう形で、活躍してもらっております。はい、そして投手いきますね。投手は最新シリーズの選手が、4名入ってまして、岩貞投手、岩崎投手、こちらね、 9A を、狙っていたんですけども、今のところ勝利の使者となっております。そして覚醒選手が2人ですね。森木選手と村上選手、森木選手の勝利の使者、これはね、神だね、これは神りましたっていう感じです。それ以外の選手ではですね、伊藤選手がですね、前回 S ランクを引きまして、最新シリーズに今後変わっていく予定っていう感じですね。はい、というところで、まあ、徐々にですけども、しっかりと、オーダー強化できてきてるかなという状態でございます。そして、まあ、一応、総合を見ていこうかなと思うんですけども、チームスピリッツが 92,124、 最大コンボ上昇量が 10,719 というところになっております。でですね、一応このオーダーでですね、先週、リーグ覇を、まあ、維持になりまして、2週連続維持したんですけども、その前の週がリーグ9、その前の前の週がリーグ9、そしてその前の週までは6週連続で覇を維持できていたというところでですね、意外と美課金でもですね、覇を維持していてるっていうのが自分でも分かった、ような、最近のリーグ戦になってます。なんで、そのね、何を意識したかっていうポイントをね、皆さんによければ、共有したいかなというところですね。なので、ここからは歯を維持のポイントについて解説していこうかなと思います。はい、ということで、歯を維持のポイント一つ目が、スタメン野手は能力重視っていうところでですね、先ほども言った通りですね、現状野手っていうところは最新シリーズのマルテ選手、近本選手2人しかいないんですけども、この2人はベンチに入れてるような状態になってます。それ以外の選手はですね、打順見てもらえばわかるんですけども、能力値で完全に選んでまして、金本選手やバースさん、掛布さん、城島さんとかね、基本はミートとパワーの合計値で選んでいます。はい、ということで、スタメン野手は基本的に能力重視でやってますよというところです。そして2つ目ですね、2つ目が打順ですね。打順は、これ過去動画でも紹介してるんで、よければそちらも概要欄に貼っておきますんで、見ていただければ嬉しいんですけども、これ打順はですね、 OPS 順に僕はしています。まあ、いろいろね、考え方あると思うんですけども、まあ、能力順だとかね、あると思うんですけども、僕自身は、まあ、リーグ戦ね、調子機能みたいなのが、まあ、裏であると思ってまして、そういうところも考えて、まあ、リーグ戦何戦か進んだタイミングで、打順を OPS 順に入れ替えてるっていうところですね。まあ、詳細をね、過去動画でも紹介してますんで、そちら概要を貼っておきます。はい、そして3つ目がですね、覚醒選手を、まあ、うまく駆使していきましょうというところですね。特にこれはまあ純正の、まあ、ユーザーさんに限る話であるかもしれないんですけども、やっぱりね、純正の方は最新の S ランクを入れていくっていうのが、もうね、被ったりとかすると難しい部分があると思うんで、そういう時にちゃんとね、こういう覚醒選手っていうのを極みにして入れていくっていうところで、スピリッツをしっかりと上げていくというのも重要かなと思います。特に村上選手や森木選手みたいに、まあ、球威型の投手とかはですね、オーダーにかなり組み込みやすいですし、覚醒選手のね、スピリッツっていうところもバカにできない数字になってますんで、この辺をね、しっかり詰めていくことでオーダー強化につなげられるかなというふうに思いますんで、よければこの辺も意識してやってもらえればなと思います。はい、ということで、今日はですね、リーグオーダーの紹介と歯を維持のポイントについて3点紹介してきました。1つ目はね、野手のスタメンオーダーは能力重視でいってくださいっていうのを1つ目言わせてもらいました。そして2つ目ですね、打順は OPS 順で組んでみてくださいという話をさせてもらいました。そして3つ目が、覚醒選手を上手に使いましょうという話をさせてもらいました。この3点が主にね、純正歯を維持するために重要なポイントかなというふうに思っております。このチャンネルではですね、今後も1ヶ月1万円阪神純正生活をプレイしている僕はですね、
ね、いろんな情報を発信していきます。よければチャンネル登録、高評価、ないとよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。